ロジャーバーはセントクリストファーネービスのビットコイン関連スタートアップのエンジェル投資家。以前はアメリカ合衆国の市民でありシリコンバレーに住んでいた。現在は日本に移住している。バーはビットコイン普及の著名な支援者でありビットコインを経済的自由権を促進する手段としている。現在は高額な手数料などの普及問題を解決するために作られた。 暗号通貨のハードフォークであるビットコインキャッシュをプロモートしている。彼はリバタリアン、無政府主本主義者、平和支持者、個人主義と主義主義の支持者だと名乗っているバーは3の座で生まれた。彼はリアンザカレッジに1年間通いその後ビジネスの利益を追い求めるため中退した。バーは当初コンピューター部品事業。 m e m o r y d e a l e r s c o m で成功を収め、25歳の時には不豪になっており、1999年から2012年まで同事業の CEO を務めた。2000年に彼はリバタリアン党の候補者としてカリフォルニア州会院選に出馬し、政界入りを試みた。彼は2006年に日本へ移住した。セントクリストファーネービスの市民となり、 2014年にアメリカ合衆国の市民権を放棄した。2015年にバルバドスのアメリカ大使館は訪問終了時にアメリカを離れる動機となるアメリカ国外での関係の証明が不十分であり不法移民となる恐れがあるとしてアメリカへ再入国するためのバーのビザを却下した。しかし同年の後半に彼のビザは中日アメリカ合衆国大使館によって承認されバーは コロラド州デンバーで行われるカンファレンスで講演するために2016年6月にアメリカを訪れた。2016年6月、バーは MGT キャピタルインベストメントの暗号通貨、諮問委員会の会長に任命された。MGT はサイバーセキュリティの向上を目標としており、ジョン・マカフィーに率いられていたバーは2011年の初めに、バーはビットコインへの投資を始めた。 彼は、チャーリー・シュレムのバイチンスタントに、最初の投資を行った。バーの投資により、同社は、デザイナーと他のプログラマーを雇用することができた。彼は、リップル、ブロックチェイン、インフォ、ビットペ、クラーケンなどの新たなビットコイン関連の、スタートアップに100万ドル以上を投資した。2011年に、バーの企業、メムリリラースは、初めて、ビットコインを支払い手段として受け入れた。 彼の初期のビットコインへの支援により、ビットコインジーザスの愛称を得た。2012年、バーは、ビットコインで、数十万点の商品を購入できる、bitcoinstore.com を創設した。2014年5月、バーが使用していた、古い e メールアカウントがハッキングされ、失敗に終わった、ビットコイン身代金に使われた。2015年の後半に、 バーは、レディットで最大のビットコインのアマをホストした。彼はビットコインドットコムの CEO であり、同サイトのドメイン名を所有している。バーは2014年4月にビットコインドットコムの支配権を得た。2012年にバーはサニーベールでビットコイン会議を組織した。彼はビットコイン財団の5人の創設者の一人である。バーは、 ビットコインが主要な俯瞰通貨に匹敵することを望んでいた。彼は大規模なブロックサイズの主な支持者の一人であり、サイズを上昇させるハードフォークの手段としてビットコイン XT の開発を支援した。バーと彼の高校時代の友人ジェシー・パウエルは2011年6月のビットコイン価格の急落に伴いマウントゴックス取引所の再設立を試みた2013年4月、バーは フォックスビジネスのゲストとして登場した。2014年5月に彼はロシアトゥデイのインタビューを受けた。2017年9月、彼はカイザーレポートに出演し、現在のビットコイン関連の進展に関して議論した。2017年9月、バーは香港で行われたビット金のカンファレンスに参加している時にブルームバーグテレビジョンのインタビューを受けた。同月にバーは セグイット 2X を支持しているが、セグイット 2X はコミュニティ内でのコンセンサスが不足していることを理由として中止となっている。2013年7月17日、バーはマウントゴックスの払い戻し問題について扱う映像を制作した。映像では、バーはマウントゴックスの代わりに伝統的な銀行システムを非難した。バーはマウントゴックスの マルク・カルプレス CEO とチャットを行い取引所は適切に機能していると確信していたが映像が記録されて7ヶ月後にマウントボックスは破綻した。顧客と企業が所持していた85万ビットコインが紛失し盗まれた可能性があったバーはビットコイン関連のウェブサイトやオンラインフォーラムで一見を書いている。彼はブロックチェーンのブロックサイズ上限の引き上げを可能にする。 ビットコインのソフトウェアクライアントの広い普及を支持している。バーはビットコインの急速かつ広範な成長という自身の戦略に反するためブロックサイズの制限に強く反対している。バーは他の通貨がビットコインのファーストムーバーアドバンテージにとって変わることができなくなるほど通貨の仕様が普及することを望んでいる。2002年にバーはペスト コントロールレポート2000の爆発物をライセンスなしでイーベで販売した罪を認め、連邦刑務所で10ヶ月間の刑を宣告された。ペスト、コントロールレポート2000を製造したミズーリ州の企業、マックス2 0 0 0インクは、製品を100万個以上販売した後の2003年1月に、農業用の爆竹の販売停止に合意した。同社は1998年初頭から、 花火卸売業者や小売業者に違法に製品を販売していた。ペスト・コントロール・レポート2000は鳥の防除のために全国的に使われていた。爆発物は重大な怪我または死亡する可能性があるため禁止された。彼は政府の暴力的な介入は自由市場での自発的な人間の交流によって置き換えられるべきだと考えている。バーは 個人主義の政治哲学と共鳴している2012年、バーは多額の寄付を行い、ビットコイン財団の創設を支援した。2013年後半に、バーはファンデーションフォーエコノミックエデュケーションに100万ドル以上のビットコインを寄付した。バーは antiwar.com に2万ドル以上寄付した、刑務所に収監されている間バーは独学で日本語を学んだ。 2016年のインタビューによればバーは、ブラジリアン柔術を人生における主要な情熱の一つと述べている、エピソード687、バイディスパスポート、プラネットマネー、10マーチ2016、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ありがとうございます。